四国巡り合い初登場、そして初愛媛ロケの樫野真生です。今日私は瀬戸内しまなみ海道最初の島、大島にある亀老山展望台にやってきました。見てください、うわ絶景、あと高っ。こちらの施設は建築家隈研吾氏が設計したパノラマ展望台ブリッジ。目の前にはまるで絵画のような来島海峡の絶景が広がっています。この来島海峡は潮の流れが非常に速く、鳴門海峡、関門海峡と並び日本三大急潮に数えられています。ここに架けられている来島海峡大橋は全長4105メートル、原動機付き自転車および自転車歩行者専用道路を併設した世界初の三連吊り橋です。そのすぐそばにあるのがこちら、道の駅よしうみ生き生き館です。なんかこの道の駅であり海の家的な、立ち寄るには最高の場所ですね。よしうみ生き生き館の村上さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。村上さん、ここはどんな施設なんでしょうか。はい、よしうみ生き生き館ですね、豪快な魚介類が自慢のお食事処と、地元の特産品であったり農作物を取り扱っているお土産売り場がある道の駅となっています。レストランではグランドメニューの他に、予約をすれば瀬戸内の海の幸を存分に楽しめる海鮮丼や鯛めしもついたお得なおまかせ御膳など、大満足のお食事が楽しめます。売店では柑橘類のジュースや今治タオルなど愛媛県の特産品を数多く販売しています。こちらのテント、これ何をする場所なんでしょうか。地元で採れた魚介類をもうご自身で焼いて食べるという海鮮バーベキューをする会場となってまして、すごい絶好のバーベキュー日和ですから、熱くバーベキューも楽しんでいきたいと思います。暑いね。さて中へやってきましたけど、ここからどうしたらいいですか。当店ではこちらのトングとトレイをお使いいただきまして、地元の新鮮な魚介類を好きなだけ選んでいただけるようなシステムになっております。中でもおすすめはありますか。はい、地元の来島海峡で育ちましたサザエや、本日ですね、入ってきますヒオウギガイなどがすごくおすすめです。ありがとうございます。では来島海峡の海の幸選んでいきたいと思います。貝を、サザエをおすすめしてくれてたんで、いやいいですね、なんか取れたての魚のバイキングみたいで、ね、これさっきおすすめしてくれたヒオウギガイですね。いや綺麗な色してますね。これもいただきましょう。自分の好きな食材を選べるのはもちろん、セットメニューも事前に予約できます。肉と魚介の両方を楽しめる海鮮肉盛りコースが人気です。さあ七輪海鮮バーベキュースタート。どんどん焼いていきますよ。うわー楽しみですね。これはさあどんどん七輪の上に並べられた具材たちに火が入っていきますよ。おっと早速エビがもううなりを揚げ始めているか、ふずつと殻の奥から水分が上がってきているのが見えます。あとは手前のイカ串ですね。もうキューッという音が聞こえています。これも美味しそうだ。ヒオウギガイの口が開いてきまして、中からジュワジュワという音も聞こえてきています。あ、ハマグリ、ハマグリが今手前が開きましたね。口が開きましたよ。言ってる間にその一つ奥のサザエがもうボコボコと、ゆっくりどうかな、もういい感じかな、結構グツグツなってきましたよ。テンション上がってるか。ハマグリはですね、もう焼けておりますので、ちょうど食べ頃の、いいですか、状況になります。じゃあハマグリからいっちゃいます。見てください、この美味しそう、プリプリですよ。いただきます。おいしい。やっぱ取れたてだけあって旨味が強いですね。そうですね、はい、次はもうヒオウギガイですね、焼けておりますので。こんな感じに出来上がっていますよ。身がパンパン大きいで、ヒオウギガイも結構珍しい貝ですので、お客様にも非常に人気な貝となっております。やっぱりこの目の前が海というロケーションで、七輪の炭焼きでいただく海鮮バーベキュー、最高ですね。ありがとうございます。続いては来島海峡大橋に沿って島々を巡る見どころ満載のアトラクション、来島海峡急流干潮船に乗り込みます。お、早速橋の真下行くみたいですよ。一番
最高に潜りました橋カルスマ。わー、来島海峡大橋の裏側です。普段絶対見ることないから珍しいですよこの角度。いやー今日ね我々が大島に来る時も通ってきた橋ですよね。やっぱでかいですねこうして見たら。環状線の定員はクルーを含めて44人、1時間おきに運行していて所要時間は45分です。ひばりおたまさんの小説で坂の上の雲、ドラマにもなったんですが、その撮影で、ね、実際に使われた大砲が設置されているんでしょ。なんでだ、あ、大砲、大砲が見えた。あれはまあ撮影で使われたものだということですけど、こちらが28センチ榴弾砲と言います。いよいよ来島海峡の急流に突入していきます。渦潮スポット来ました。え、どれだ、あ、これちょっと若干わかります、若干ちょっと渦巻いてた、ぐるぐるって。あのね、波が立たない方がね、私はね、巻きやすいんですよ。波が立たない方が、へ、ちょっとあれもなんかね、よく見たら大きな一つの渦ですよね。うわ、すごい。すごいわ、たくさん。これはもうこの遊覧船ならではですね。こんなに渦潮を間近で楽しむことができる。わ、最高ですね。面白い。今日は来島海峡エリアを満喫しました。しまなみ海道の入り口ということで、旅の始まり終わりに立ち寄るのももちろん一日中楽しむこともできます。あとは皆さんこの絶景も見に来てくださいね。いや、美味しいものもあって、うん、渦潮も見えて最高ですけども、はい、やっぱりあのバーベキューするときはもう皆さんも実況スタイルで食べないとダメって。いやのんびり楽しんで。あ、のんびり楽しむのも OK ってことですか。あれは柏野くんのテンションが上がりすぎたと思います。暑かったね、誰よりもね。はい、はい、今日ご紹介した海鮮バーベキューや環状線は、はい、道の駅よしうみいきいき館で検索してみてください。以上、四国めぐりあいでした。